はいどうも皆さん、こんにちは、カンタです。今日は今週の無課金派オーダーの紹介をやっていき、13日から19日までのやるべきこと、イベントガチャ予想をやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速今週の無課金派オーダーのコーナーから入っていきます。まずはオーダーをお見せします。投手がこんな感じで、野手がこんな感じです。先週からの変更点はありません。そしてチームスピリッツコンボの方を見ていきましょう。チームスピリッツ 98,810、最大コンボ上昇量 9,623 となっています。そして能力チャートの方がご覧の通りとなっています。続いて、覇王の順位推移はこちらとなります。今週は最近の中だと安全な順位推移となっており、基本的に3桁の順位推移となっています。侍ジャパンで4200の選手が大量に登場しているため、グランドオープン後が苦しい戦いとなりそうです。自分も適度にオーダー強化をしていきたいと思います。そして将来のオーダーとしてはこちらになります。まず投手の方が侍ジャパンで当てた岩田選手、石井選手をそれぞれメルセデス選手、高橋選手と入れ替え、スピリッツ200アップを検討しています。ただ両方とも限界突破コーチを3枚使うことになるため、できればこの入れ替えは避けたいところです。入れ替えをするかどうかは育成完了時の状況次第、覇王の順位推移と相談することになるでしょう。続いて野手の方は中村選手の称号が決まれば張本選手と入れ替えスピリッツ100アップ、決まらなければ山本選手と入れ替えスピリッツ97アップとなる予定です。 A コンボに余裕があるためコンボは崩れません。中村選手の称号チャレンジは動画最後に行っていきます。今週の無課金派オーダーの紹介は以上となります。続いて13日から19日までのやるべきこと、イベントガチャ予想の方に入っていきます。まずは13日月曜日から15日水曜日のイベント更新前にやるべきこと、チャレンジカップを終わらせましょう。今来ているイベント、エージェントエースはベスコストのイベントとなっているため、チャレンジカップをやるタイミングがあると思います。イベントに絶対はないため、できる期間にこなしていきましょう。ちなみに次は特殊能力カップとなっています。続いて15日水曜日から始まること、ついに待ちに待ったファイナルミキサーが始まります。不要な S ランク選手1人でミキサーができる神機能となりますので楽しみに待っておきましょう。ちなみに自分は5回全て DNA の選手で回す予定です。続いて15日水曜日のガチャ予想。この日は22日までの空白期間となっており、更新に注目が集まります。この動画が上がっている日にファンフェスタが行われ、そこでもしかしたらサプライズ発表があるかもしれません。注目をしておきましょう。現時点での候補としては、本命がサイリンワールドスターセレクション、もしくはサイリン OB セレクション、対抗が現役の侍ジャパンの登場と予想します。続いて15日水曜日のイベント予想。この日は日程的に3日間、4日間、6日間イベントが組めないため、5日間もしくは7日間の本イベントが濃厚となっています。なんだかんだで水曜日更新が続いており、グランドオープンも水曜日なので、このまま続いていきそうな勢いです。つなぎイベントが廃止されたと思うくらい本イベントが続いています。ちなみにここで直近できていない本イベントを見てみます。まとめると6月16日からプロスピ交流戦、8月25日からプロスピ妖怪道、10月7日からスカウティング9、1月5日からプロスピコロシアム、11日からドリームキャラバンとなっています。予想としては本命がプロスピ妖怪道、対抗がドリームキャラバンとなってくるでしょう。プロスピ交流戦コロシアムは6日間のため組めず、スカウティング9は似たイベントのエージェントエースが来たばかりなので、ドリームキャラバンのチャンスも十分あると思います。期待をしたいところです。続いて16日木曜日から可能なこと、調子くんザワールドでスタミナ回復レベル3が選択可能となります。もしスタミナ回復を受け取る場合は先に挑戦をクリアするようにしてください。続いて16日木曜日から始まること、最強決定戦のエントリーが始まります。今回はセパタックリーグ12球団別リーグということで、純正もしくは2つの球団を合わせた大会です。上位を目指す方は健闘を祈ります。ちなみに自分は DNA で参加する予定です。続いて17日金曜日から期待したいこと、スタミナ2分の1の開催に期待をしたいところです。ちょうどスピちゃんも終わり、週末開催がしやすくなったと思うので、水曜日のイベント次第では可能性があるでしょう。来る場合は事前に告知があると思います。続いて今週来るかもしれない配布ファンフェスタのツイートキャンペーン、今現在開催されており、投稿数に応じたアイテムの配布が予定されています。ハッシュタグプロスピエースファンフェスタまたはスピちゃん決勝大会をつけてツイートの方をしていきましょう。続いて今週来るかもしれないガチャ S ランク選手1人確定の無料10連プレゼントスカウト。こちらは WBC 同時視聴の番組内で目標の正解数をクリアすると開催されるものとなっています。また WBC の結果に応じて23日にプレゼント配布も予定されているため、全力で侍ジャパンを応援していきましょう。13日から19日までのやるべきことイベントガチャ予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか。今週もイベントガチャの更新日が重なり、ファイナルミキサーの登場が確定しているということで楽しみな更新となっています。ファンフェスタの情報解禁含めいろいろと最新情報を見逃さないようにしていきましょう。この情報が良かった方、今週の情報が把握できた方、ぜひ高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。続いて今後の主な日程に関してです。今現在確定している日程、予想を合わせたものとしてはテロップの通りとなっています。動画内でも触れた通り、15日からはファイナルミキサーの登場が確定しており、空白の1週間をどのように埋めてくるのか注目が集まります。そして23日には侍ジャパン応援キャンペーンのプレゼントが配布され、29日にグランドオープンが予定されています。グランドオープン特番がいつになるのかも注目です。そして4月9日からはリアルタイム対戦の大会も予定されており、盛り上がる期間が続くでしょう。続いてはオーダー選手の称号チャレンジをしていきたいと思います。今回やっていくのはこちら中村選手です。中村選手はミートプラス1でミート型が決まるため、それを狙ってやっていきます。狙いの称号の数は多いため絶対に決める計算です。ということでやっていきます。中村選手は A ランクを3枚持っており、少しだけ余裕があるため最初の1回のみ極意手は1枚でやっていきます。お願いします。ここで決まらなければ固く次からは5枚使う予定です。さあ決まってください、一発で。さあ星3以上来ました。スナイパーということでミート型になったかな、どうかな。お、ちょうどミート型が決まりましたね。ということでこのままこの称号をつけたいと思います。称号チャレンジの結果はこんな感じでした。続いて日付変わって撮影している11日9時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。今のところ自然回復で進め、初心者に合わせて12球団オーダーで進めている自分のイベント進捗状況としてはご覧の通り、合計オーダーポイント報酬の方は全て回収が完了しました。累計チケット獲得枚数の方は390枚という状況です。墨の目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はスピちゃん決勝大会ファンフェスタが予定されており、ファンフェスタで発表された最新情報をまとめた動画を明後日に上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。